野村古道作。池田大輔孔妙話。京人形。十三の宝物を。ドイスク、近頃は退屈のようじゃな。南町奉行、大岡越前の神は、若い用人の池田大輔に、こんなことを言うのでした。とんでもない、殿様。よ 若い者には無理もないことじゃ。この陽気ではのう。南の障子をいっぱいに開けると、満帝の春の日の中に、どこからともなく金の音が響いてきます。大助は黙って閉服しました。何もかも見通しの主君の前に、うちにいたくてしようのないような顔をしたところで始まらなかったのです。聞いたであろうな。 あの宝物紛失の騒ぎを噂に受けたまっておりますこの一月ほど前からご府内の大商名神社仏閣の宝物が片っ端から紛失する南北町奉行の与力同心江戸中の御用聞きで総係かりで骨を折るが癖物の正体を突き止めたものもないばかりでなく目星をつけられた宝物は どんな厳重な見張りをしても、いつの間にやら盗まれる。誠に容易ならんことじゃ。越前の神が苦労するのも無理はありませんでした。癖者が狙っているのは、今日で言えば国王級の宝物が13。その目録までわかっていながら、一つ一つ盗まれていくのを防ぎようがないとは、誠に不甲斐のないことです。ただ今までに取られた品は、 いくつでございましょう。大輔は静かに顔を上げます。品川広大寺の本尊、丹啓作の弥勒菩薩。尾張中納言様ご秘蔵、絹田聖寺の功労松平讃岐の,の神様ご自慢の五郎入道正宗作の刀。浅草商名寺の釣り金、ね、同じく、小瀬の片岡筆と伝えられる魚卵観音。 加賀最小様ご秘蔵、修風の農官、越後ごや八えもん所持の朝日井戸の茶碗。以上の七品は、くせ者が前もって南北町奉行所へ送ってきた品書きの順序通り盗まれておる。次は、谷中国宝寺客殿の大唐神、四枚同士に描いた古宝岩元信の,の竜子が狙われている。 九番目は、深川黒江町、並物持っている、左神五郎作く、極彩色の京人形。それまでは刺したることはないが、十番目から十三番目までの四品は、竜鋭ご秘蔵のお品ばかりだ。例えば、夕霧丸の立ち、野草根の三十六花船、東照宮様のお鎧、千里宮直伝茶器一式。 万一にも、流栄のご法蔵や、東照宮のご神宝に癖物の手がつけば、江戸取締りの役目を受けたまわる、この越前の神は、腹を切っても追いつかぬことになる。今宵にも迫る、国宝寺の大から神で食い止め、癖物を絡め取らなければ、お膝元の江戸は闇だ。五老十若年寄方のご神通はもとより、江戸の町人も、 やすき心はない大介そのほ骨折ってみる気はないか大岡越前守の,の額には憂鬱なしわが深々と刻まれましたこの私に仰せつけくださればありがたい幸せに存じます大介は一もにもありません味噌すり用人になりきって 屋敷の中にこもっているより、外へ飛び出して、大刀と四つに組むのが、どんなにか痛快だったか、わからないのです。しくじると大変だぞ。命に代えて、つかまつります。その覚悟ならよかろう。頼むぞ。主君、大岡越前守忠介、江戸開封以来の名奉行と言われた人に、 こうまで言われると、池田大輔の若市は、興奮に踊ります。元信の,の流行、狙わる。支度もそこそこ、谷中の国宝寺へ行ってみると、寺はまるで牢場のような騒ぎです。門前の花屋、門番小屋には町内の飛びのもの、檀家の垂れ枯れが詰めかけ、 問題起動の中は、六尺棒を持った足軽が八人。八人ずつ交代で回るほか、本堂から客殿栗にかけて、町奉行所よりき同心手先二十数名。朝から目を向いて三景の男女一人も中へは入れません。これはいいけどお氏。南の五奉行から見分においでか。責任者のよりき、横山殿松。 嫌な顔をしております。南蛮手品の回答を縛って、急に人気者になった池田大介は、大岡越前の神の申し付けで、また手柄を奪いに来たと思ったのでしょう。とんでもない、横山氏宝物泥棒の噂があまりに高いので、主君越前の神様にお願いいたし、上野の花見方々様子を見に参っただけでござるよ。 池田大介も、こうでも言うより、他はありません。用人のくせに、より機動心の専門的な仕事へ口を出すと思われては、あまり良い顔をされないに決まっております。今度の宝物泥棒は、断盤手品の一味のように、甘いものではない。現に、天下孔明の宝物を、大名屋敷や、なある寺方から、七つも奪い取っておる。 力ずくで来るなら驚かないが、人垣を作って警護しても、いつの間にやらしてやられるから手のつけようがない。のう、池田氏。横山殿松はこんなことを言って、池田大輔の手を引かせようとしております。その放物泥棒は昼にも入ることがありましょうかいや、さすがに日のあるうちは手を出せない。が、一度暗くなると、どこからどうして忍び込むか。 大抵は気のつかぬうちに盗んでしまう。それでは今のうちに一休みして夜分のために英気を養ってはいかがでそれも考えないではないが、やがてやつには自社奉行から火星のものが見えるはずだ。その時交代して休むとしよう。客殿はどうなっております厳重に締め切って一人も入れないようにしている。二方は壁、一方は その竜子の一見カラカが四枚。一方は障子になっているが、四方を三人ずつで交代に見合って、猫の子一匹入れないようにしてある。横山殿松、自信満々たる様子です。それではあっとの棒も困るでしょう。カラカを盗むどころか、寺内へ入り込むわけにも行きますまい。余震場入ったところで、客殿に近づく工夫をあるまいて、 客殿に近づいたところで、四枚の大か紙かを持って出る工夫はあるまい。引っ越しの真似をしたところで、門番が通すはずはない。刀や甲羅と違って、これは困るだろう。なるほど。そう受けたまわれば安心この上もないことですが、念のために客殿の様子をほんの一目見せていただくわけにはまいりませんか。大介は押して、 下手に願いました。天下の直参、二百鳥の寄り木は、越前の神用人のまたものよりは、はるかに、はるかに、格が上です。それはなるまい。越前の神様のお指図書きでも持参しないことには、横山殿松、頑として、頭を横に振るのでした。三並平衛の正体。 ちょうどやつ。上野の金が最後の余韻を森の小に引いて消えたとき、寺の門前へは自社奉行よりき三並平衛、四人の足軽を率いて駆けつけました。皇太つかまする。夕刻までゆるゆるとご休息を願いたい。何と申しても夜分はむつ六ぎは精一杯の骨を折るよう。お互いに、 えいきを養おうではござらぬか。三並平米がこう言うと、横山殿松は、客殿の外を守る十二人だけ残し、栗へ引き上げて、一休みしました。三並平米と、その配下の自社方足がる四人、六尺棒をついて、本堂の広縁に陣取ったことは言うまでもありません。拙者は夕刻まで、一休みいたす。池田氏は、 お引き取り下さい。お奉行様へは、よろしく。横山殿松にこう言われると、池田大輔、後のことが心配でなりませんが、それでもとは言えません。力は、随分ご用心を。諦めかねた様子で引き上げましたが、何を考えたか、門番小屋へ潜り込んで、町内の若い衆と一緒に退屈しのぎの下手将棋を眺めながら、 時の経つのを待ちました。六つ、六時少し前。横山殿松手の者は三並平米配下の者と交代しました。客殿の外の十二人は待ち方の者で、その時荒手と変わりましたが、内も外も至極平穏で、からかみもそのまま何の異常もありません。夜食の用意を失念いたした。 ほんのしばらく、町まで行ってまいる。三並平兵衛兵は、そう言いながら、四人の足軽を差し招きます。寺にも用意はござるがと、横山との松。精進料理は、お互いに平行でな。それに、般若党も欲しい。はっはっはっは。なるほど。それもごもったも。が、今夜は大事でござる。般若党を過ごされてはなるまい。 大丈夫でござるよ。ざれごとを言いながら、四人の足軽と一緒に三並平米、表門へ出ました。が、門のところへ来ると何を考えたか。裏から出た方が町へ近いようだ。引っ返そうか。平米は足を早めて裏門へ引っ返します。その後から足軽が四人。六尺棒の他には何にも持ってはいませんが。 門番小屋に潜んでいる池田大輔の第六感には何やら異様なものがピンと響きます。しばらく待たれよう。気候は何だ大丘一善の神様嫌い、池田大輔少しく受けたまりたいことがある。追いすがる大輔を尻目に三並平米。鼻であしらって足も止めません。いそするようにんだろう。そんなものに用事はない。第一。 自社奉行よりきの拙者はかかり違いだ。気候などに取り合っている暇はないぞ。いや、芯がある。まった。何をつまらぬ。腹が北まだ。南町奉行などに用事はないぞ。しゃれ飲みしながら、五人は裏門から、さっと夕闇の中へ飛び出します。待て、待て。と言ったが、相手は五人。一人では、どうにも手が回りません。 ようやく捕まえたのは最後の一人。あ何をする不審な奴だ。逃げるか何の逃げるものかならしばらく待て。揉み合うところへ取って返して三波平米。一刀を抜く手も見せず、池田大輔の後ろからさっと切りつけました。おのれ。一発の危ういところでかわして、シャリンと抜き合わせましたが、 一度逃げかけた四人の足軽、それを見ると、一度に取って返して、犬おどかしの木刀を、さよと引っこ抜いて、四方から畳みかけます。くたばってしまえ何をが、しかし、足軽と見たのは、四人とも思いの他の使い手。池田大介も、これだけを相手にしては、防ぐのが精一杯です。そのうちに、表門から玄関へ乗りつけたのは、 一体、十五六人の人数。中におだった武士は、拙者は自社奉行よりき三波平米。お約束通り、六つを合図に、警護の手伝いに回った。と、名乗りかけるではありませんか。裏門から逃げるのも三波平米。表門から乗り込んだのも三波平米。それを聞いた横山殿松。初めて愕然としましたが、 その時はもう裏門の三並平米ら五人、池田大輔の追撃を免れて、宵闇の中に姿を隠してしまった後です。名画は、い子へ。さては偽物、と思ったが、追いつくことではありません。本物の三並平米は、昼頃自社奉行へ、八つからの女性を、 六つからにしてもらいたい。夜分の方が大事だから。と、横山氏のお使いの者が参りましたぞ。と、目を向くばかり。さような使いを差し出した覚えはござらぬ。いやはや、飛んだことで。横山殿松、むやみやたらに、すっぱい顔をしております。ご、ご方言のからかみには、異常はござるまいが。それは大丈夫。この通り。 客殿へ三波平米以下を案内した横山殿松。十二人の配下で厳重に四方を固めた様子を見せた上、念のために障子を開けて入ると。よいよいよこれはどうだ四枚の大から紙は、龍子の名画を塗りかまちの内側すれすれに切り取られて、浅ましくも下張りの保護と、格子に組んだ骨を剥き出しにしているではありませんか 見ると、客殿の真ん中は、畳を一枚跳ね返し、床板も下から突きはぐられ、ここから入りました。と、言わぬばかり。十二人の目が、外から瞬きもせずに睨んでいても、これでは何にもなりません。龍子の絵はどうした持っていった様子はなかったぞ。龍子の絵は、これでござるよ、横山口。池田大輔は、六尺棒を、 一本持ってきました何それがええさよご覧のとおり上下の詰め物を抜いてくるくるとほぐすと六尺二メートル弱四方の名画古方言ト元ムの竜子の一部渦巻く雲の中から竜の尻尾だけが見えているのですいやこれは今更尻餅をついたところで追いつくことではありません たった一人で手に余り、あとの三枚は持って逃げられました。ここへ来るときついてきた本物の六尺棒はその辺にあることでしょう。大介の言う通りでした。本堂の仏様の前へ四本、六尺棒がニョキニョキと立てかけてあったのです。湊千太郎。 横山殿松は叱りをいたが、この後はより気にも同心にも遠慮をしてはならぬぞ。大岡一善の神は池田大介を呼んでこう言い渡しました。恐れながら、その旨、おしたためくだされば、町方役人も娼婦つかまつりましょう。人手をからずに私一人で五人を取り押さえようとしたのが間違いでございました。そういたそう。ところで今度は黒井町の 奈良やモザイモン、ヒゾの巨人形じゃ。人形を惜しむわけではないが、その次の流英五宝像の品々に、クセ者の手が及んではならぬ。いかなることがあってもここで食い止め、くせ者どもを縛らなければならぬぞ。よいか大助。は、池田大助、命がけで引き受けました。左人五郎の巨人形、万に一つ盗まれると、腹でも切らなければなりません。 お長屋へ帰ったのは昼頃。美の、お茶をもらおうか。腕をこまぬいたまま、大助は次の前、声をかけました。はい。お茶をくんできたのは、南蛮手品から救い出して、大助が預かっている少女ミの、新編祭天女と名乗って、曲芸をしていた時とは変わって、今は世にも老たく上品な娘になっております。 旦那様、お顔の色が悪いようですが。天女の美ノは遠慮がちにそっと顔を上げました。いや、気分が悪いのではない。殿様の申し付けで大変なことを引き受けたのだ。と、おっしゃいますとこれが万一しくじれば腹を切ってもおっつかん。まあ。美濃ずい随分危ないことではあるが、手伝ってくれぬか。 お前のような身軽で心効いた娘の呪力がなくては、とてもやり遂げられない。池田大輔の調子は、しんびりとしております。どうぞ旦那様、どんなお役にでも立ててくださいまし。それがせめてのご恩法事。美濃は膝を進ませました。ヒレの長い目が、生き生きと輝いて、振りあうぐ顔は、天女、とは、 よくつけたと思う美しさです。いやいや、むくうるほど女などをかけた覚えがない。が、これは天下のため、主君のためだ。やってくれるか。旦那様。この時不意に、縁側で、ことりと音を立てたものがあります。何者の大輔は、鉄磨きの火箸を取って立ち上がりました。障子を開けると同時に、これをくせ者へ。 叩きつけるつもりだったのです。目と目と、素早く見交わしたミノは、障子をさっと引きました。よう、う大将。おう。それは、癖者にしてはあまりに小さい、雨屋の千太郎の、とぼけた顔ではありませんか。みんな聞いたぜ。盗み聞きするやつがあるか、バカめ。とって、大事な話らしいから、人に聞かれないように。 ここで万人をしていたんだ。万人をしていると、一人でに聞こえてくるよ。せんちゃんのほがらかさ。呆れたくぞだ。池田大輔も、これでは腹も立てられません。行人形の守り。それから、半時ほど後、池田大輔は、アメヤのせんちゃんだけ一人を連れて、 深川黒井町奈良もこと奈良ザイモ門のうちへ乗り込みました。奈良もというのは聖徳、教法時代へかけて江戸一番の大文言で、有名な木の国や文左衛門などなど並び称せられた豪勢な町人。この頃の主人は二代目で四十万両の富があったといいますから、今の相場にして二千万円にも当たるでしょう。 超人ながら、大名も及ばぬ暮らし向きをした人です。これは横山氏。池田大介は、謙遜な態度で一礼しました。国宝寺で、大しくじりをやった横山殿松が、にがり切って入り口に頑張っているのです。池田氏か。越前の神様の、おさじすがきを持って参りました。入っても、 よろしゅうござろうか。こってにそっしゃい。ごめん。ああ、これこれ、その汚い小僧は何だ横山殿松は、ア屋の千ちゃんを押し止めました。ア屋の千太郎と申す、拙者の配下で。いこ。少し小さすぎますが、その代わり、泥棒やモ者の,の姿を描いたのではござらぬ。その辺は、ご安心願いたい。池田大輔。 ひり替を言っております、うん。横山殿松がうなるのを構わず。さあ、仙太郎、こっちへ入れ。足は拭くのだぞ。池田大介、雨屋の仙ちゃんをいたわるように奥へ通りました。その世の大襲撃。天下の名宝、左神五郎の京人形は、守備よく池田大介に守られるでしょうか 横山殿松は、偽物。左の泥棒が狙った第9番目の宝物、左神五郎作、木彫極彩式の巨人形は、見張りの困難な土蔵から取り出して、深川黒江町、奈良物奥座敷に、霧箱に入れたまま安置し、池田大輔は、大岡越前の神の指図を受けて、その前に頑張りました。幅、1メートル足らず、 高さ1メートル半余り深さ半メートルの大箱ですからこれは容易のことでは持ち出せませんそれに南町奉行よりき横山殿松は配下の組子18名を従え同心島崎飛兵とともにいとも厳重に警護をしておりますいよいよ日が暮れた貴公は組子16人に出入りの飛びの者や店の方向に合わせ 総勢三十二人を四方に配置してくださるのか拙者は二人の組子と番頭手代十三人を家中に配置し、池田大輔氏と一緒に人形を見張っている。一切承知つかまつる。横山殿松は島崎飛平に外を守らせて、自分は中を引き受けました。この前、龍子の名画から目を離してこりたので、 今度は夜の明けるまで、京人形と睨めっこをしているつもりでしょう。柴崎飛び兵は、同心中の腕だっしゃで、知恵も人並み優れた三重男でした。配下と七物若い者を八方に配って、ありの灰よる隙間もないようにした上、自分は四丁四方もあろうと思う屋敷の四方を、根気よく回ってみております。やがて、五つ、 八時という頃、一帯の人数、およそ三十人余り、ドカドカと、奈良物店の前に殺到しました。諏訪屋と駆けつけた島崎飛兵、屋敷の散歩に配った人数も、思わず、正面入り口に集まって、島崎飛兵を中心に、一歩も入れずと立ちはだかります。何者じゃ 高々と振り上げた、ちょうちんが十一杯。北町奉行、諏訪美濃神様、お手付け同心。かいざわいそ銀味の筋があって、まかりこした。もなんと、果実は、谷中国宝寺において、寺社奉行よりき、三並平米と偽った協族。今度は、南町奉行よりき、横山殿松と名乗り。 左人五郎の京人形へ近づきおる胸。訴訟があって確かに相分かった。早速絡め取って参る。お通しを願いたい。何と言われる拙者は同心島崎飛平。上かの横山殿松殿を見誤るはずがあろうかそういう気候こそ帰って怪しい。よう、無礼千番。第一、本日は。 南町五部業の月番で、北町奉行の方は、この辺に出没愛なるはずがないぞ。機械千番。そこ、いつも動くな。今日は、四月の三十日。明日からは北町奉行の五番と愛なるぞ。今夜から出張、万般の用意を整えるに、何が不思議だ。それに、宝物泥棒に五部内の宝物、八つまで奪われながら、 指をさすこともできぬ大岡一前の神様明日はお役御免に会いなるはず辰の口表情書において宣告決まったばかりだえそう、あどかんか横山殿の圧をひっ捕らえて正体を見極めてやる貝は磯九郎と名乗る同心次第に口実のって一歩も引こうとはしません何をバカなことを言うその方ごとき怪しいやつ ここを通してなるものか取って通るとならば、一人残らず絡め取ってやる。おのれ。お互いにしばらく睨み合いましたが、お互いに人数が同じくらい、鼻息の荒いこともこうをつなし、役目の手前もあり、相手の真偽もわからないので、容易に手は出せません。人数は同じくらいと言っても、島崎飛兵の配下は、 半分まで素人の若者なのに、貝沢磯九郎の従えたのは、いずれも一気当選と言ってもいい、すさまじい荒くれ男ばかり。かみ合ったところで、島崎飛兵の方に勝ち目はありません。京人形、奪わる。奥座敷には人形の箱を前に据えて、池田大輔と、 横山殿松、宇大臣と佐大臣のように頑張っております。池田藤、ひだり神五郎の京人形というのは一来の名作だということだが、蓋をしたまま箱とにらめっこをしていては一向につまらないな。高額のためだ。ちょいと拝見しようではないか。それはなるまい、横山藤。池田大輔は一応止めました。 いや、主をする拙者が、見たこともないでは愛すまぬ。ほんの一目でも拝見いたそう。こう言われると、池田大介も、否とは言えません。あとは手先、店のものばかり、遠慮して遠くの方から、せめて、名作、京人形の着物の端っこでも見ようと、片図を飲みます。池田大介は、やおら立ち上がると、り箱の扉をさっと開けました。 これは中には立ち姿の巨人形。木彫極彩色に毛を植え、ちりめんを着せたもので、眉扇をかざして雲を踏むような軽やかな死体です。横山殿松が危うく尻餅をつこうとしたのも無理はありません。霞む舞、大きく開いた目、豊かな方には何心なき微笑が誇ろんで、 咲きたての花のような唇も、なよかに伸びきった死体も、美しく優しく生めかしく、まことに魂が宿るかとばかり。蓋を払われて、このまま揺るぎ出ないのが不思議なくらいです。なるほど。名人、ひだり五郎の巨人形。恐れ入ったものだ。これこそ、古今の名作というものであろう。 横山殿松も頭の下がる思い。大輔はその間に静かに扉を閉めます。折から入り口にただならぬ物事、人声。何事じゃ、北町奉行、お手付け同心、海沢磯黒と名乗る者、手先三十人ばかり従えて乗り込み、巨人形を守護するよりき横山殿松様は真っ赤な偽物だ。と申し、 島崎飛兵様と大論判の最中でございます。鳥の手先、横山殿松の前に片手をつきます。何俺が偽物ば、ば、バカなことを。俺が俺の偽物なら、本物を出してもらおう。ふんふんたる、横山殿松。廊下を鳴らして、店口へ飛んで行きます。それを持っていたように、奈良の裏口から入ったくせ者、二十人余り。 お、何をするくせ者驚き騒ぐ二、二三人の手先を蹴散らし、踏みにじり、庭軌道をしあぶって、まっすぐに、奥座敷へ踏み込みます。よ、来たな、くせ者。京人形の守りは、池田大輔たった一人。店の者が二三人うろうろしておりますが、これは何の足しにもなりません。三十二人の手先、飛びの者、人足は、 表の騒ぎに気を取られて、ほとんど島崎飛び兵の方に集まり、裏門から奥座敷に残った者は、物の役にも立たぬ弱そうなのばかり。言うまでもなく癖者は、表を牽制して、裏から鎮留してきたのです。何を京人形を渡して、素直に引っ込め。出なきゃ、弾き飛ばすぞ。己関東大介は、 大手を広げて、人形の箱の前に立ちふさがりました。それ、つまみ捨てろ五、六人、稲子のように飛びつくと、池田大介の手取り足取り、部屋の隅っこに押し込んで、後の十五、六人は、巨人形の箱を引っかついで。それ、逃げろ岩から裏門へ、疾風のごとく飛んでいきます。京人形が取られたぞ 軽くも立ち直った池田大輔、一頭を引き抜いて、後から追いすがりましたが、不意の手ごめに五体を痛めつけられたものか。日ばかり焦っても、思うようには走れません。裏から、泥棒が入ったぞ。たちまち、奈良物家の中は、見えくり返るような騒ぎ。こんなものに、かかり合うな。裏門の癖物を追え。 横山殿松。その声に驚いた島崎飛兵は、廃下の組子を従え、海沢磯黒には目もくれず、家の中を突っ切って、人形の箱を担いだ癖者の,の一体を追いました。が<の>、宵闇の黒い町。一丁先に行った者は、容易のことでは、見分けがつきません。それに、折屋宿、向こうからやってきたのは、どこやら大家の嫁入り道具らしい一行。 えい、邪魔だ邪魔だ。何が言うてめえたちこそ邪魔だ。相手を手先や組子とは知りません。お持ち三差を、単数二差を、それに釣り台が続いて、いとも悠々と大島町の方へ塗って行きます。その間に、巨人形の箱を担いだクセ者の姿は、どこへ行ったかわかりません。 奥川橋のもとには一刀を抜いたままの池田大輔、打ちひしがれたように倒れておりました。ここまでは追ってきたが、体の痛みにたまりかねて、思わず突きのめされたように大地に崩れたものでしょう。手先と見たわ。横山殿松と島崎飛平は、 慌てて表の方へ飛んで行きました。おや,おやおやおやそこにはさっきまで威張っていた貝沢磯九郎という同心の影も形もなく二十七八人の風亭のよろしくない男さっき組子と見たのが悠然としてたばこの輪を吹いたり無駄話をしたり一向物驚きをしない顔をしております カイザワイソクロというのは、どこへ行ったと、島崎飛び兵。帰りましたよ、旦那。何日当は、奈良もからもらえ、どうしちゃって。ええ。どうぞ、お約束通り、一人一貫ずつやってください。中でも、頭だった、大髭武者の男が、物欲しそうな両手を差し出すのでした。その方どもは何だ 物もないですよ。旦那浅草のたまりには足腰の達者なのが、まだ二三十人おりますよ。な、なんだとよく顔を洗って、髪を言ったら、新しい着物を着せてやる。その上、日刀が一巻だと言うんで、大喜びで目がし込み、古着屋で装束を揃えてもらって、お茶番のお手伝いに回りました。お茶番なもの旦那が、 四十二のガの祝いに、今晩店先でお茶番をしたんでしょうわしどもは幕切れの仕出しに使われたんでしょう。ね、旦那。な、なんだと旦那の同心は翻訳でしたよ。どうしてどうしてお茶番とは思えませんや。でも、仲間でも足の悪いのや手の悪いのは普段はもらいが多いが、こんな時は。 お役に立ちません。足腰の達者なおかげで、とんだんお役に立ちましたよ。へっへっへっへ。なんという、とんでもないことでしょう。なるほどよく見ると、二層は物層ですが、そのころ、肌合いの粋な江戸の丘っぴきや下っ引きとは、まるっきり違った二層ではありませんか。ふて奴らだ。帰れ帰れ。そんなことは言っちゃあ、殺生ですよ。江戸一番の文言。 ならも様ともあろうのが、物もらいをただ使って済みますかさあ、みんな、ここへ座り込んで、お願いしようじゃないか。二十何人の物もらいに座り込まれてはかないません。なもの番頭が中に入って、一人一貫。他にいくらかの色をつけて、ようよう追い返したのは、それから四半時も、後のことでした。 夜道に散る、あば。一方、奥座敷に帰った池田大輔と横山殿松。池田氏。今度こそは、腹でも切らなければ、申し訳相立たぬ。せ者どもは、守備よく巨人形を盗めば、流栄のご宝物へ手をかけるは必条その時は、大岡一然腹を切るものと思え。と、金がね、 ご奉行のお言葉だ。拙者、一足先へ。あの絵へ参ると。かように、お伝えくだされ。ごめん。物肌をしぬいで、脇出しを突っ立てようとするのです。ああ、待、ま、った、横山夫人。いや、生きていられる拙者でない。横山殿松は、思いのほかの正直者でした。重ね重ねの失策に思い至ると、 もう、この上の生き恥をさらす気力もなくなった様子。池田大輔の手を払いのけ払いのけ、左脇腹へ突っ立てようとします。また、横山藤。強いて止めるとは申さぬ。切腹の前に、たった一目、お目にかけるものがある。それを見た上で腹を切っても遅くはあるまい。尊い御仏のお像かなんかなら拝見しよう。 さようさよう、そのみほとけのお像だ。池田大助は辛くも、横山殿松の一刀をもぎ取って、隣の部屋に案内しました。なんだ、これは、婦人の寝ベやではないか。部屋の真ん中に床を敷いて、暖かそうにヤグをかむって寝ているのは、横顔ながら、紛れもない美しい婦人です。そのヤグを吐いで、ご覧だされ。 それはなるまい。それでは、拙者がいたそう。池田大輔、近づいて、夫人の矢具を剥ぐと。よ<や>、よよ<や>。中から現れたのは、木彫極彩式、いけるがごとき、京人形の神仏ではありませんかこれでも、腹を切られるか、横山夫人。あの、箱の中の京人形は美濃と申す、拙者の召使いでござるよ。 以前、新編祭天女と申した。あなるほど。あの娘であったか。それにしても、くせ者の手に落ちては危ない。どうしておくいなさるみちみち、しおりがあるはず。くせ者の隠れ家を突き止めて、一気に退治いたそう。京人形だけ守っても、くせ者を打たなければ、何にもなるまいと思い、美乃に申しつけて、京人形の身代わりにいたしました。 池戸大介の説明を聞くと、横山殿松、大急ぎで、島崎飛兵を呼び出し、その配下を従えて、夜の黒い町に出ました。くせ者は、向こうへ逃げたようだが。北の方、奥川橋を指さす横山殿松。いや、逃げると見せて。嫁入り行列に紛れ込み、巨人形の箱を釣り台に隠して、 大島町の方へ行ったに沿いござるまい。うん。池田大介の警官さん、横山殿松も我慢の角を折って、黙って引き回されるより他に工夫もありません。で、修理というのは超鎮を拝借する。これ、これじゃ。道の上に泡粒が壊れておる。なるほど。京人形に化けた美野は、 両の玉といっぱいに泡を入れ、みちみちこぼしていったはず。これを追っていけば、自然くせ者の,の隠れ家がわかり、運よくば、盗まれた八つの宝も手に入りましょう。夜道に点々とこぼれた泡粒。それを指さしながら、池田大輔は説明するのでした。が、ま、それは実に、心細い道しるべでした。 阿波は夜風に吹き飛ばされ、道行く人に踏まれて、次第次第にまばらになり、中島町へ来た時は、どこへどうたどったものか、全く見当もつかなくなってしまいました。これは弱った。大勢の手先組子も、目を皿にして、夜道を這い回るばかりです。 あやうし、少女みの。そう。ぎ人うが手に入ったぞ。これでこのそ揃った。仏様の像と違って、こいつは綺麗だ。みんな、来て拝め。熊井うがしの隠れが、物置とも倉庫ともつかぬ、だらっぴろい建物を改造して、んり人の怪盗は、くま熊ろをょうに、と目を忍んで住んでいるのでした。 昼は荷上げそ足にも、高近どにも化け、夜は荒稼ぎに帰るので、誰も気のつくものはありません。家の裏は、すぐ潮の差してくる崩れ石垣で、ここから船で行けば、人に咎められる心配もなく、江戸中どこへでも手が伸ばせたのです。そいつはありがて、これでのつは、あと四つは大仕事だから、久しぶりで一杯い祝いながら、 今日人形を見るとしよう。それがいい、それがいい。小頭の声に連れて、甘笠熊頃、立ち上がって、霧箱の戸を開けました。差し出した、裸のうが十二三本。その頃の人は、真昼、のごとく思った明るさの中に、パッと、五光の差すように現れたのは、生けるがごとき京人形。おう。 さすがに、くせ者どもも、どよみ打ちました。ほのかににおう、舞姿の乙女。神々しいというか、美しいというか、想像もしなかった素晴らしさ。ただもう、あっけにとられて眺めていると、なんたるうこと、ぎ人うは、左ご五郎の芝居の所作のように、静かに、静かに、動き出すではありませんか。とでも 物を言うものもありません。名作の奇端に見せられて、しばらく、夢心地だったのです。が、さすがに狩猟の天笠熊五郎は、真っ先に気がつきました。偽物だ人形じゃない人間だぞ逃がすななんだ人間かいそれ、捕めろどっとなだれ夜、二十三人の協族、人形に化けたは、 一度、人波の中に渦まりましたが、どんなコツがあったものか、主張のごとく脱出すると、群がり騒ぐ悪寒どもの手を踏み、肩を蹴って、さっと空中に飛び上がりました。実に、非凡の早業です。それ、逃がすな。飛びつく男たちを尻目に、荒木を組んだ針に飛びついた美乃。かつて両国の小屋で、天女と名乗って、 軽技の太陽をした時の離れ技で、リスよりも身軽に針から針へ、胸ぎから胸ぎへと渡って逃げるのです。それ、逃がしてはならぬ。棒切れ、槍、刀、あらゆるものが下から飛びました。中には梯子を持ち出して、針の両方からミノの退路を立って、挟み撃とうとするものもあります。ここでこの乙女を逃せば、 行俗団の隠れ家が、一んに役人に知れ、一網打尽にやられることでしょう。悪者どもにしてみれば、いやもう王もなく、シャニムにこの乙女は、売って取らなければならなかったのです。待て、待て、この上は、飛び道具だ。天笠熊五郎が持ち出したのは、南蛮トライの懐鉄砲。ろうそくの火を火縄に移して、大張の上の、 ミノの胸板を狙いました。危機一発。熊五郎の指が動けば、間違いもなくミノは、一羽の鳥のように、撃ち落とされるでしょう。が、この時、一条の銀だ、闇をつんざいて、甘笠熊五郎の肘に突っ立ちました。池田大介の投げた、幻妙の脇差しです。続いて、くせ者、神妙にせい。 三十人ばかりの一体。横山殿松、島崎飛平に刺し図をされて、一度にどっとなだれ込みました。たちまち起こる乱闘、決闘、死闘。四半時ばかりの後、くせ者は大方縛られましたが、雨笠熊五郎以下三人、大川に繋いだ船、隠れ家の裏から橋家を飛ばして逃げます。 しかし、池田大輔は、それも感情に入れておりました。お船手に頼んで、三方からこぎ出した取り方の船が、あっという間に、天間も橋家も、おっとり囲んでしまったのです。ご苦労であったな、大輔。その方の働きで、ようも、 腹を切らずに済んだよ。大岡一前の神は、明くる朝、にこやかに大助を迎えて。どこ、船に目をつけたのはどういうわけだあの中には、今まで盗んだ八つの宝物が、無事に隠してあったそうだが。日本の宝物、それも一つ襟の品を盗んで金銀に目もくれんのは、長崎あたりの、 外国人に頼まれた仕業かと存じ、何よりも先に船に目をつけ、しおりの亡くなった後は歌詞を探してまいりました。大輔は誇る色もありません。何しろ、手柄であった。褒美を望め。恐れながら、これは皆、美濃の働きでございます。美濃の身が立つよう、ご賢了を願います。 よしよし、心にかけおくぞ。無欲転端な若い愛心を見やりました。ご視聴ありがとうございました。池田大介巧妙話、京人形。これにて、 読み終わりでございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。